で早くシフトアップしなければ。どうもデストロイヤーひでおことデストロイヤーです。先週ですね、こちらの、ワーニングランプをつけたんですけども、設定した、ね、回転数できちんと光るんですけども、一度ついたらね、つきっぱなし、点灯しっぱなしっていうことで、せっかくねワーニングランプが光るっていうイベントなのにちょっと面白みがないんじゃないかなと思いまして、今日はねこちらの方にフラッシュコントロール、ストロボコントロールユニットをつけてみたいと思います。乗車姿勢だとねこんな感じに見えるんで、まあ、常に目に入るとこじゃないですかこの辺って。でね、カスタム車に関してはですけど、ここを妥協して作り込むとね、なんか見るたびにああもうちょっとこうしたいなーなんてね、あ残念だないまいちかっこよくねえなーなんて思いながら乗るのか、最高だぜかっこいいぜって、つまりはね四六時中ニコニコで乗れるってことなんですよ、ここを妥協せずに作り込めばね。ということで、今日はね、こいつをフラッシュ化させてみたいと思います。で私が選んだユニットはこれだ。じゃじゃん。一応ね2種類買いました。まず右側の方は、ソディアルさんっていうとこ、ソディアルカッコ R カッコ閉じフラッストップライトすごい書いてあるんですよこれ、フラストップライト12から16ボルト用新品っていうね、いかにも中国かなっていう感じのなんですけど、結構ねレビューでいいって書いてる人もいるし、不良品捕まりましたって書いてる人もいます。でここに GS100A って書いてありますけど、GS100A って書いてあるねストロボフラッシャー Amazon 見るとねめちゃくちゃたくさんあるんですよ。まあその中からねまあ割と安い600円台だったかな確かのフラッシャーを買いました。でサイズ的には、5センチの、3センチで厚みがまあ1.5 センチぐらいですかね、ちょっと逆光で見えづらいですけどね、すいませんね見えづらいですけど、うん、まあ、ちょっとヘッドライトの中に入れるには若干でかいかなという感じなんですけど、点滅の仕方が高速で4回パパパパパって光って、その後ゆっくりパッパッパって光って、その後つきっぱなしになる、そういう代物になりますね。まあ、もちろんね安定のエーモンさんも買っておきましたよ。もさ6種類からね点灯パターンを選べるっていうやつで、サイズめっちゃちっちゃいですね。3センチ×2センチ×まあ厚みは 1.5 センチぐらいかな、うん、断然ヘッドライトの中に入れるにはねこっちですね。ちょっと並べてみますか、うん、こっちの方が断然ちっちゃく見えますね。でここにボタンがあって、聞こえるかな、きちんとカチカチって音するボタンですね、うん、これでフラッシュのパターンを変えるという代物になっております。それではねちょっと一回見やすいように使ってないウィンカーをつないでちょっと作動させてみたいと思います。はい、用意ができました。まずはねソディアルさんの GS100A って書いてあるね、フラッストップライトから行ってみたいと思います。これをねプラスにつければ光りますんで、いきまーす。おお、いいんじゃない？ちょん。意外といいっすね。おお、これ残念なのが逆に最後光りっぱなしにならないでずっと点滅しっぱなしだったらなあ、いいんだけど。はじめフラッシュで、はじめ高速で、あとゆっくりっていうのがずっと続けばね、いいんだけどな。まあ基本ね、車のテールランプ関係にマウントする人が多いだろうからね、最後光りっぱなしっていうのはしょうがないのかな。うん、はい、A モンの方もね、セッティングが終わりました。それではね、ボタンを押してみます。せーの。はい。はい、2番。
あ、これ間隔が長いやつですね。3番。おお、いいね、これぴったりですね、ワーニングにね。4番。あ、じんわり光るみたいな。おお、なるほど、 LED でこれできんだ。5番、さらにゆっくり光るみたいな。おお、消えないんだ最後まで。すごいね。で、6番は点灯つきっぱなし。はい、で次消える。はい、 OK。 1、2、3、これいいっすね。これにしましょう。このね、ボディのサイズ感も最高ですからね、ちっちゃくて。それではね、これでね、組んでいきたいと思います。これいいね、さすがジャパンクオリティだな、これは。はい、ではね、こちらの我慢汁だらおくんこと、グルーガンで絶対ホットボンドとこ垂れてくるよね、うん、でこれで、塞ぎます。はい、できました。こんな感じですね。セット完了でございます。設定の、ね、回転数を、ね、2000回転に下げて、やってみたいと思います。果たしてうまく光るのか。一回ついただけ。フラッシュかしないね。エモンと相性が悪いみたいですね。ちょっとこれはね、諦めたいと思います。それで、出てきたのがまさかの、ストップツールツールランプフラッシャーですね。これをねちょっとつないでやってみたいと思います。いきますよ。まさかのフラッシュし続けるっていう多分ね、中のなんていうんですかね、回路がねうまくいったんでしょうね怪我の巧妙と言いますかね、なんと言いましょうか。これでねうまくフラッシュし続けてるんですよねなので今日はねこちらの方をね、マウントして終わりたいと思いますちょっとね本来の使い方じゃないから少し怖い部分はあるんだけど、まあ自己責任で、これをマウントしていきたいと思います。早くシフトアップしなければ俺だよこれ、最高にエキサイティングですね。やっぱりワーニングランプはこうじゃなくちゃいけん。いきゃん、あー最高だ。
ようやく形になりましたね。結構長かった、約1ヶ月かかりましたね。本当にお付き合いいただいてありがとうございます。